皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。みんです。前回この後ろにね、いろんな村人さんを詰め込んだんですけど、今回はこの村の周りにある洞窟をね、探検しに行こうかと思います。ということで今回もやってまいりましょう。ババクラハードコア4スタート。では盾を作っていらないものを置いていく。ちょっとね、こっちの裏らへんに洞窟ないかを確認しに行きましょう。なんか続いてなさそうな感じ。ここの下とかどうなってんだろう。ちょっと気になるね。見ていこう。全然何にもない。いやこれはあれですね、洞窟探しがまずは必要になるっていうね。まあちょっと前に村の下から声はしたんだけど、この辺にもない。ではではこっちの白樺の森あたりの方をね、探しに行こうかなと思います。で今回なぜ洞窟探検にしたのかと言いますと、ちょっとねここ最近 Java の画面暗いから、皆様にね編集なしで明るく見てもらうにはどうすればいいのかっていうのを模索していて、多分画面が普通より明るくなっているんではないかなと思うんですよね。でネザーとかもめちゃめちゃ暗いから、そのね負担を軽減するために、目の負担を軽減するためにちょっといろいろやってるんだけど、あれこれ村に戻っちゃうぞ。村じゃねえや、スポーン地点に戻っ、あびっくりした。なんか村探しという名のスポーン地点に戻りそうな感じ。もうちょっとコントラストを強めにした方がいいんじゃないかとか、そういう風なねご意見があれば喜んでお伺いいたします。いやねえな、ちょっと平原の方行くかって思ったらここにあったなここにあるけど、これは盾の出番かな。よし、ではね降りていこう。うわめっちゃ怖い見えるかなこれ。あ待って、ゾンビの声してない？ちょっと待って、ゾンビの声がしている気がするんだけど。うわ二股に分かれてる洞窟嫌いだよ私。あ待って、スケさんのオートもしている。はい、あーめっちゃ来ている。一旦逃げるからの、さあ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 、はい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 、痛いよスケさん。はい、あとねクリーパーが来ないことを願い、痛い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 、マジでめっちゃ当たってるマジ当たりすごい。こっちのね画面自体はまずまず暗いんですよあ、ね、皆さんに見えている方が明るいっていうだけで、私の方は暗いというね。いや怖い怖いです。先に進むのが正直怖い。見えないから怖いから。おー何もないまさかの何もない。石炭もねどっかで回収してこないといけないんだけど、あれめーっつってんな。やっぱ地上が近いからかな。いや怖いわ、こっち行くか。うわ久々の洞窟探検だからね、多分このパートに入って、パートじゃねえか、シーズンに入って初めての洞窟探検じゃないか。何もない、とりあえず戻るか。じゃあ次はこっちの下だね。うん、あまり行きたくないよね。うい、怖い怖い怖い、緑色は怖い、警戒してしまう。よし、あ水の音もする。何にも見えねえ、めっちゃ暗い。今日はクリーパーさんには出会わない、それが一番いい。あ、わかんない、スケルトンに出会わない方もいいのかもしれないけど、クリーパー音ないから怖いんだよね。ってめっちゃ喋ってる。うわなんじゃここ、まだ下に続いてる。降りるかこれ、降りるか。なるほどね、これ帰れなくなるぞ多分。いやー氷はなんとも。ちょっと横側からね降りていきたいと思います。どうだろう、下にはいない、いる可能性があるからね、それが一番怖いよ。やばい、ツルハシがない。ツルハシがどんどん耐久値減ってきている、やばいぞこれは。よし降りていこうって思ったけど何にもなさげかな。いる、クリーパーがいる、大丈夫か、こっちに来れないね。あら目が合ってる。あー待って、サムネ撮りたいの。あー倒しちゃった倒してしまったよ。うわこれは大丈夫か、奥まだもうちょっとありそうだね。ちょっとだけ進んでみよっか。あこっちはこっちで何にもない。いや暗っつーか、ここ高さいくつだろう。高さ32、まだまだ続いている。でもどうだろう、とりあえずこの暗いのはみんな見えているのかな、それが確認できればいいんだけど、どうでしょうか。よしってことで、とりあえず鉄もねたくさん取れたので一旦帰りましょう。怖いからねビビっている。で
ここ上登っていく結構松明置いてんな。結構ね短めのこの洞窟探検だったんではないでしょうか。からの村はどこ。卵必要、卵必要よ。そこのね明るさ問題、あの見ている側の明るさ問題が解決すれば私はこれ以上、今まで以上にちょっと楽しくできるなっていう、収録自体が楽しくなる感じ。あ、で、そう釣りをして猫を手なずけたいという気持ちもあるけど何もないと。じゃあ鉄焼いておきましょう。え、石炭も木炭もないけ。じゃあまず先にエンチャントテーブルを作るのが先か。ここまで来たら順番はどういう風な感じがいいんだろう。ちょっと待って、忘れ物してない？あら、あなたどうやって外出たの？あ、ここか。ここから出たのね。あ、乗れなかった。なんか今回はモンスターもそこまで出てこなかったっていうね感じだから、雲が出てこなかったもんね。待って、ここの中は洞窟ではない。なんかもう一個こちら辺にあった気がしたんだけど、家に帰りがてら洞窟があれば見ようと思ったんだけど、洞窟ではないですね。なるほど。せっかくさ洞窟探検会としてやってるからさ、おー、ロバちゃん、ロバだっけ。あの子ロバだよね。どうしようかね、石炭も足りないし建材も足りないという、もう本当に素材不足の中今生きてるって感じなんだけど、素材不足だから何かしら素材集めの会をした方がいいのかな。でもね、食料も足りなくなってきている事実があるし、ちょっとエンチャントもねしときたいなって思う私の気持ちもあるから、エンチャント台を作るっていうのもいいのかな。もう一回地下に潜んなきゃいけないんだけどね、どっちにしろ。で、次回はこれね、今羊と鶏いるんですけど牛がいないということで、牛探しの旅に出て、そこからエンチャントテーブルをね作るまでの過程に流れていけたらなと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。